直角貝は、オルドビスキに出現した直線的な殻を持つ、軟体動物門オウムガイアコウ直角石目の等足類の総称。特に代表的な属である直角石属を指す場合もある。オルドビスキ中期のュ旬化石である。直角貝の断面模式図と化石は秒通り、多くの種が殻が超塩水型となっている。直角貝の体長は、 代表族のオルトセラス族で15センチメートルほどである。殻の内部は皿状の核壁で仕切られており、最も口側の部屋が重防、後部はすべて希望である。重防からは、拡張部へ向け、連出細管と呼ばれる管が、角希望の中央を貫いて伸びる。また、殻の表面には、網状の模様と核壁連結部の方法線が見られる。また、 殻の口の位置に第2枚、今1枚のいずれも線形の石灰質の板が出ることがある。この3枚の尖った側を合わせると1枚の楕円形の石灰板となる。これには2つの復元がある。軟体部については定説がない。ただし一部のものでは殻の口の周りに引っかいたような痕跡がある化石が見つかっている。これを触手の後と判断し、 五体の触手があったとする説もある。原生の頭足類と同様、肉食性で遊泳生活を送っていたとする説が一般的である。例えばオルドビス期に生息していたワン足動物には直角貝による攻撃の跡が残されていた。ちなみにワン足動物に刻まれていた傷は治癒した形跡があり、これは直角貝が生きた獲物を襲っていた証拠でもある。 しかし一方で殻の形状や構造からうまく泳げず、殻を上に軟体部を下にして、浮遊生活をしていたとする説や、海底を這い回っていたとする説も存在する。直角貝はオレドビス期中期からシルル期中期にかけて繁栄した。原生のオウム貝と形態的な類似点はあるが、直角貝の系統は三畳期ジュラ紀頃に絶滅しており、原生種の直接の祖先ではない。 両軍の直近の共通祖先は、エレスメロセラス目の等速類である。オルソセラス属オーサセラス体長15センチメートルほど。エンドセラス属エンドセラス体長は30センチメートルほどの種だが、中には体長7メートルほどにも達した巨大種も見つかっている。カメロケラス属キャンナセラス体長10メートルに達する巨大種。オルドビスキ最大の生物である。 エストニオセラス属エストニオセラス体長は1 0トルほどで、ニナ曲を巻いた殻が特徴。深海に生息していたとされる。クリトセラス属シルタスラス体長は1 2トルほど。殻が緩やかにカーブしている。白亜紀に生息していたアンモナイトの一つであるバキュリテスや、その金運園種が直角外と混同されることが多々ある。 それぞれは全く異なる時代に生息し独立して、広角の構造を進化させており、単なる修練進化である。両者には数多くの相違点が存在するが、その中でも大きな差異は方法線である。殻が妖怪、剥離するときに方法線が生じるが、この方法線はオリソセラスなど直角外においては単純で、バキュリテスのようなアンモナイトにおいては、 非常に複雑なものとなっている。ありがとうございます。